はい、皆さんこんにちは。本日は太田市にある金山城跡に行って写真を撮りたいと思います。なんかね、久しぶりにこう上州の空っ風が吹いてないので音も綺麗に撮れるんじゃないかと、今日はゴーグルをつけて録画しているわけですと。ちょっとね、風が強いとね、もう本当にヘルメットの中が暴風のような音しかしなくて、取れたもんじゃないんだよね。なので久しぶりに穏やかな日ということもあるので、あと気温も若干暖かくなってきたのも、まあいいことだよね。で、この金山城跡はもともと関東には石垣造りの城はないなんていうふうにされていたのを覆したお城で、なんか石垣があるっぽい。で、まあ太田もよく行ってたし、金山も知ってはいたんだけど、気づけば金山城跡は行ったことなかったなってことで、まあいい機会だから本日はちょっと金山城に行ってみたいと思います。で、まあついでに写真もちょっと撮ってこようかなと。たまにはレンズも使わないとカビが生えちゃうしね。そんなわけで太田に向けて出発。何この道。金山城跡およそ500、この間南湖不落の手もいいんだけど、ちょっと曲がるのか。剣道金山城跡になったよ。すげえな、剣道金山城跡か。これが石垣ってやつ。あ、本当だ、石垣っぽくなってる。いや、来てみるもんだな。やっぱそれっぽいんだね。ただ道が本当に、これは難攻不落だわ。道なりに兵士が進めてたらさ、やられちゃうよねこれ。いや、遠くから見たらそんなに高くない山だけど、随分入り組んだ道作ったなこれ。あんげんあれやん、結構バイクで走るのは難易度だけな。細くてうねってるし、落石注意って、まあそういう城だよね。上から攻撃するには絶好の城だなこれ。うわ、マジか、なんなのこれ。金山城跡結構あれやな、シャレになんねえな。
多分ここが駐車場かな。よいしょ。とりあえずここで行くか。到着ってことで。現在地はここで。右側行った方向に新田神社があるというわけですか。ここを右側行くか。じゃあ行ってみますか。本日のカメラは初代 5D。あと 50mm 単焦点と他にレンズ2本、まあね、この3本は撮れないものはないでしょう。つい花を取ってしまった。花があると取っちまうな。まあいいや。で、金山山頂があと 0.6km、 新田神社があると。まあ城がない代わりに今は新田神社がありますよってことかな。来ました。これが史跡新田城跡。最近行った城跡の説明が、難攻不落を誇った名城、発掘調査の結果に恐れて敵を惑わす複雑な通路形態。さっきバイク取ったとこだな。あれは確かに。で、現在地がここで、なんかすごいね。まあ、行けばわかるかな。これは大変だな。 0.6km とは言うけど、西矢倉台、西堀切。これは大変だな。これ戦争するのにここ登るんだ。これが掘り切り。西矢倉台下掘り切り。すげえな。だわ。もう戦えね。こんなの刀なんか持ってきていいんや。置いて帰るわ。てかこれがあるか。石が積めてる。てかあれ、これが石垣。何気に石垣なんて見るの初めてだかもしれん。すげえな。ラバシタツール。すげえね、本当に石垣がある。
ラコンとかそういうのが風水はないんだけど、まあしょうがないね。石垣ってどう取ったらいいのかな。レンズは 28mm1.8 パノラマを撮るにはこれぐらいがいいか。28mm は趣味じゃねえ。まあいっか、 28mm1.8 いこう。大手小口南来るわ。見せよう。ここがババ来るわ。もう月の毛凍ってる。石垣結構光反射するから露出系がちょっと違うな。どれに石垣。
中島誰なんだ、中島飛行場でも作った人かなのかな。で、ここが金山城の跡。そう、金山城跡の模型がある。85mmF1.8。 これが石垣か。太田市が一望できる。最後はまた楽しみに。何これ、はい、そんなわけで金山城跡でした。お疲れ様です。